アルレーン・フランシスはアメリカ合衆国の女優、ラジオパーソナリティである。長年レギュラーパネリストを務めたホワッツ・マイ・ラインをはじめとして多くのゲーム番組にパネリストとして出演したことでも知られる。フランシスは1907年10月20日にマサチューセッツ州ボストンでアルレーン・フランシス・カザンジアンとして生まれた。父のアラム・カザンジアンは アルメニア出身で16歳の時にパリで美術を学んでいたが1894年から1896年にかけてオスマン帝国政府がアルメニアで行った虐殺で両親を殺された20世紀初頭にはボストンにスタジオ構え肖像写真家として活躍した晩年には画家として活動しニューヨークのオークションで販売したフランシスが7歳の時 父はニューヨークの方がチャンスがあると判断し、一家でマンハッタンのワシントンハイツのアパートに引っ越した。フランシスは1993年にサンフランシスコの老人ホームに入るまでニューヨークに住んでいた。アルレーン、フランシス・フランシスはフィンチ・カレッジを卒業した後、ニューヨークを拠点にエンターテイナーとして様々なキャリアを積んだ。舞台女優としても活躍し、 地元の劇場やオフブロードウェイの芝居に数多く出演し、1975年までに25本のブロードウェイの芝居に出演した。1932年にユニバーサル社のモルグ街の殺人で映画デビューし、1970年代まで散発的に映画に出演した。フランシスはニューヨークのラジオ番組のパーソナリティとして有名になり、 いくつかの番組で司会を務めた。1938年から1949年の放送終了までラジオのゲーム番組ホワッツマイネームの司会を務めた。この番組には何人かの男性が共同司会者として登場したが、フランシスはこの番組で唯一の女性司会者だった。1940年、フランシスは初期のラジオソープオペラ番組である。 ベティボブで主役のベティを演じた。1943年、ラジオのゲーム番組、ブラインドデートの司会をはじめ、1949年から1952年まで放送されたテレビ版でも司会を務めた。1950年代から1960年代にかけて NBC ラジオのモニターに定期的に出演し、1960年から1984年まで、 ウォーエームで昼間のチャットショーの司会を務めた、ホワッツマイラインの一シーン。左から、ドロシー・キルガレン、ベネット・サーフ、アルレーン・フランシス、ハル・ブロック、司会のジョン・デイリー。1965年の、ホワッツマイラインにて、左から、フランシス、サーフ、キルガレン、デイリー・フランシスは、長年にわたり、ゲーム番組、ホワッツマイラインの、 レギュラーパネリストを務めたことでよく知られている。フランシスは1950年の CBS での通常放送の第2回で初登場し1967年に放送中止になるまで、そして1968年から1975年まで毎日放送された番組販売版に出演していた。この番組はゲストの職業をパネリストが当てるというもので、 司会者とパネリストの都会的な雰囲気が特徴的なテレビゲーム番組の定番の一つとなった。フランシスはマッチゲーム、パスワード、トゥー、テルザトゥルースなどの多くのゲーム番組に出演したほか、マーク・グッドソンとビル・トッドマンが制作した番組バイ・ポピュラー・デマンドでオリジナルの司会者であるロバート・アルダに代わって短期間司会を務めた。TV ガイドによると、 フランシスは1950年代のゲーム番組のパネリストの中で出演料が最も高額な人物であり、プライムタイム版のホワッツマイラインでは1回の出演につき1000ドルの出演料を受け取っていた。2番目に出演料が高額なパネリストであるドロシー、キルガレント、フェイマーソンは1回の出演につき500ドルであった。フランシスはテレビにおける女性出演者の先駆者であり、 音楽番組やドラマ以外の番組で主役を務めた最初の一人である。1954年から1957年にかけては NBC の女性向け1時間番組ホームで司会者兼編集長を務めたが、これは放送ネットワークの社長であるパッド・ウィーバーが同ネットワークのトゥデイやザ・トゥナイト賞を保管するために考案したものである。ニューズウィーク氏はフランシスを テレビ界のファーストレディとして、表紙に掲載した。ハリウッド映画にも数本出演し、モルグ街の殺人では、ルゴシベーラが演じる、マッドサイエンティストの餌食になる通行人の役で、デビューした。フランシスは回想録の中で、当時、演技の経験は通っていた。修道院の学校で、小さなシェイクスピア作品に出演したことしかなかったのに、この映画に出演したと語っている。 1948年、アーサー・アミラーの戯曲、みんな我が子の映画化作品で、エドワード・ジー・ロビンソンと共演した。1960年代には3本の映画に出演した。ビリー・ワイルダー監督によるミュンヘンで撮影された、ワン・ツー・スリーでは、ジェームズ・キャグニーが演じる主人公の妻を演じている。1963年のスリル・オブ・イット・オールでは、ジェームズ・ガーナーと共演した。 1968年には舞台で何度か演じたことのあるローラのテレビ版に出演した。最後の映画出演はワイルダー監督の秘襲だった。1978年、フランシスは長年の友人であるフローレンス・ローマとの共著で自助伝アーレン・フランシス、A メモアールを執筆した。1960年にザット・サーテン・サムシング・ザ・マジック・オブ・チャーム。 1961年に料理、本、ノータイムークッキングを執筆した。1980年から1982年までピーボーデショーの審査委員を務めた。フランシスは二度結婚している。1935年にパラマウント映画の重役だったニール・アグニューと結婚したが、1945年に離婚した。翌1946年に俳優で、 プロデューサーのマーティン・ガベルと結婚し、1986年に死別した。ガベルは、ホワッツ・マイ・ラインのゲストパネラーとしてよく出演し、番組内でも愛称で呼び合っていた。マーティンとの間には、息子ピーター・ガベルがいる。ピーターは1947年1月28日生まれの法学者で、サンフランシスコのニューカレッジ・オブ・カリフォルニアの教授であり。 ユダヤ人コミュニティ向けの雑誌、ティックーンの副編集長を務めていた。1964年のニューヨーク万国博覧会でツアーガイドとして働いていた時に、ホワッツ・マイ・ラインのゲストとして出演し、母を驚かせた。フランシスは、夫から贈られたハート型のダイヤモンドペンダントを常に身につけていることで知られており、ホワッツ・マイ・ラインの出演時にもほぼ全ての場面で身につけていた。 1988年にニューヨークのタクシーを降りる際、強盗にこのペンダントを奪われた。1963年5月26日、ロングアイランドの劇場から、ホワッツマイラインの生中継が行われる、マンハッタンのスタジオまで一人で車を運、フランシスの車が追突され、それによって濡れた路面で車が横滑りし、高速道路のコンクリートの仕切りを飛び越えて、5人の 乗客を乗せた車と衝突し、そのうちの一人が死亡した。フランシスは、鎖骨が折れ、脳震盪を起こし、多くの傷やあざを作った。フランシスは、2001年5月31日、アルツハイマー病と癌により、カリフォルニア州サンフランシスコで93歳で、亡くなった。遺体は、ペンシルバニア州トレボースのルーズベルトメモリアルパークに埋葬された。ありがとうございます。